中央に滑るのが高さが47メートル、芝生、芝生と呼ばれていまして、中には4つの部屋があって、4つの入り口もあります。他には1つしかない。入り口も部屋もちょっとだけですね。それぞれ部屋の中に神様の石像が東側が残って、大きな部屋、1つ目の部屋は芝神の預言者、あの芝神の石像です。中に祀られていまして、2つ目の部屋は預言者。中には石像が祀られていまして、これから見ると、これも完成する。蛇とカス。雨のことも時間かかる。中側の壁に描かれたレリーフの話が定着。これはもう見ましたという感じです。これはもう元々はジャワ。もうスクラッチ。仏像の両手の指の組み方が。右のところに腕があればまだ入れます。一番上窓がないから全然入れない。32個に14個で全部で72台。72点の間に東の地方に一つ一つだけ仕事ではなく、ホームマネキンが今の中で色々と。モロゴ道路の右側です。